バニラアイスはアメリカ合衆国のミュージシャン、MC、俳優、フロリダ州マイアミレックス出身、MC ハマーとバニラアイス1989年にインディーズアルバム、フックドでデビュー、1990年にリリースしたアルバム、ツーザ・エクストリームが大ヒットした。アイス・アイス・ベビーはクイーンがデビット・ボーイと共作したアンダー・アップ・レッシャーをサンプリングし、 シングルは700万枚を売り上げる大ヒットとなった。1991年には映画クールアズアイスに主演し俳優デビューも果たした。アイスアイスベビーの大ヒットで一躍時の人となったバニラアイスだがゲットを育ち、モトクロスの大会で優勝したなどといった経歴の詐称が発覚し人気は急落。1994年のアルバムマインドブローインは 記録的な失敗に終わる。また、ヒット曲、アイスアイスベビーに関しては、無許可でアンダーアップレッシャーのサンプリングを行ったことで、権利者から訴えられ、バニラアイス側は敗訴している。アイスアイスベビーの権利は力ずくで、シュグナイトに奪われたとも言われている。その後、コーンやリンプビズキットのプロデュースで知られる、ロス・ロビンソンのもと、ヒップホップから、ミクスチャーロックに方針転換を行い、 1998年に、ハード2スワローを発表。2001年には、チャック D などが参加したアルバム、バイポーラを発表した。アイスアイスベビーは何度もリメイクしている。2010年から放送中の TV バイン。2015年、住居侵入、窃盗の疑いで逮捕された。19日後、疑いが晴れ、釈放される。詳細は、英語版、EN、バニラアイスディスコグラフィオ。 参照詳細は、英語版 EN バニラアイスフィルモグラフィを、参照詳細は、英語版 EN バニラアイスアワーズナマネシャンズを参照。ありがとうございます。